えー、ここでアメリカの崩壊というそういう題をつけたんですが、まあ、それからいろいろ考えてみますとおアメリカの崩壊というよりか、まあ、資本主義の崩壊とかですねそれから民主主義の崩壊と言ってもいいし自由主義の崩壊と言ってもいいんですね、えーと。それはもう端的に非常に簡単な現象なんですがアメリカの上位お金持ち1%の人が。 アメリカの富の50半分を持っていいるとううふうに言われますもっとすごい統計ではですねアメリカの国民の上位0.1%がアメリカのキャッシュフローの半分を占めているというふうにも言う人がいてまあそれは1%であれ0.1%であれですねあの、まあ、国民の半分を非常にわずかな人が持っているということ自体ですね もともと資本主義も民主主義も自由主義も崩壊しているというふうに言えるんではないかというふうに思うんですね。つまりどういうことかっていいますと非常に邪悪な主義っていうのもあるんですね神秘主義とか。だけど普通まあ多くの人が賛成するような主義ですね。自由主義とか民主主義とか資本主義とか共産主義とか。 こういったものはなんで主義かって言うとですねそれはやっぱりもう20世紀の初めから言われているようにですね国民みんなが最大の幸福になるような主義を持って主義と言ってるわけですよえ国民の一部だけがあの幸福になるとかそうだったら別にそんな難しい主義を押し出しなくてもですねえ例えばあの絶対王政でもいいし何でもいいんですよねだけど 例えば共産主義が出てきた理由は資本主義だと一部の人が一部の資本家が非常に楽な人生を送り多くの労働者が苦しい人生を送るのでそれを改善するために共産主義というのが生まれた。だけど共産主義が生まれてみるとソ連では2,300万人が虐殺され中国では6,700万人が虐殺され。 カンボジアは国民600万人のうち250万人が虐殺されるということになってまあ理想は良かったけれども共産主主義義ととといいいいうううののは実は実存存在在ししなでで虐殺もががたこかるわけですねだから共産主義は嫌いな人が多くて私もまあ共産主義なんて真っ平で日本共産党というのは一回日本虐殺党って名前を変えてから再スタートした方がいいんじゃないかと。 思うぐらいなんですねところが実は <laughs> アメリカがですねやっぱりアメリカ国民が全体で、えー、稼いだお金と言ってもいいし働いた付加価値と言ってもいいんですけどそのうちの半分がごくごく一部の人に握られているっていうとこれはもう封建主義でも絶対主義でも何でもいいはずなんですよね。ですからアメリカは完全に主義が 崩壊してるんです崩壊してるからトランプ大統領にのようにちょっと変わった人が悪い人というわけでもないし能力も結構あるように気がしますが、まあ、いずれにしてても変わった人が出てくるそれはあのみんなねあのよく指揮者の人がトランプ大統領はおかしいトランプ大統領はおかしいって言っすからだからおかしい国の大統領が少しおかしくないとですね駄目なわけですね。 1%, 1の人が半分の富を握るっていうのはどう見たってこれは主義と言えませんよまず第一に資本主義は破綻してる資本主義だってですねその共産主義が言うような資本主義は資本家が全てを握るっていうことになってるけども実は資本主義っていうのが登場するのはですね資本を中心として社会を運営すればその社会に参加してる人たちみんなが幸福になるからなんですよね。だから資本主義なんですよ 悪い資本主義もあるけどいい資本主義っていうのは資本を中心にしてやれば社会は発展してみんなが幸福になるってことですね。例えば日本の高度成長期の日本の国民のようなもんでほとんど90%が中流で全ての人が賃金が上がっていくと生活が楽になっていくと僕なんかその時代に生まれましたからよーく見てました。本当にそうでしたねだから民主主義はそれを補完すするものですね。 民主主義でやれば選挙もあるし公平なことができるのでまあ一人一票ですからだから1%の人が半分の富を握るとまあいうようなことなくですねできるだけ多くの人に富が行くようにするその主義なんですよ今だから私が一部の人たちが膨大なお金を設けてそれをマスコミが生やし立てるのが反対であると。ゴーンさんは捕まままってしまいましいたけれども まあ捕まらないまでもですね捕まるか捕まらないギリギリぐらいで不当な利益僕に言わせれば不当な利益を得ている人がいるこれやっぱり民主主義の破綻なんですよねから自由主義もそうですね自由主義っていうのは今のようにほら何を言ったらダメだ何を言ったらダメだとタバコを吸っちゃダメだとか人に迷惑のかかるタバコの吸い方はよくないですよだけど自分一人が自分の家で吸ってるタバコをねダメだなんて言ったらそれは話になんないんで。 自由主主義義でででももななんくてて野蛮主義ってやつなんですけど絶対主義とかですね、まあ、小池さん都知事なんていうのはその典型的でまあやっぱり何か心に彼は彼女はひがみかなんかあるんでしょうね人のやることをこう規制するというのが好きで、まあ、環境なんか全然悪くなってないのになんか環境のことを持ち出したりなんか人がちょっとくすぐられるようなことをだけやるというようなことですけども自由主義も破綻しております。 つまり現代のアメリカっていうのが、まあ、力も強いしある意味で資本主義自由主義民主主義の成果だとしますとねこれはやっぱり資本主義の崩壊と言わざるをえない、まあ、共産主義もちろん崩壊してますだってあれだけ虐殺して国民が幸福になるわけじゃない今でも中国危ない危ないって言われてるのは不満が溜まっているから景気でも悪くなったら体制がひっくり返っちゃうんじゃないかと心配されてますが まさにそれは国民全体が必ずしも幸福じゃないといととうことを示ししてるわけですねしたがって <laughs> 今から150年ぐらい前資本主義とか共産主義とか自由主義とか民主主義とかこういうのが出てきて以降150年間、まあ、テストをしてみたけど全部体制はダメだったというかむしろ過渡的に役割を果たしたかもしれないけど結局いい体制ではなかった。 それではどういう体制がどういう主義が良かったんだろうかということになりますね。すべての主義は、えー、失敗した。特にヨーロッパアメリカから出てきた資本主義共産主義自由主義民主主義というのはすべて滅びた。それではどの主義がいいのか新しい理論ができると考えれば新しい理論というのは今まで今のところ私たちの頭の中にないわけですから。 新しい主義がどうのこうの言っても無駄なんですがあるとしたら今までの過去にあるとしたらそれは日本主義なんですよ日本主義日本主義っていうのはですねどういうものかっていうとえー、日本人全体が幸福になるように天皇陛下お殿様お侍さん全て協力してやるということなんですね。その日本主義日本本主主義義がオール平等 天皇陛下だけは神様とつながってるんですが他の人はもうな誰でもいいと同じと豊臣秀吉もお百姓さんから関白になることができるし大大名になるしということですねまあ最近ようやく日本の教科書も「死の公渉というのが身分制じゃなくて職業分類だって言い出したわけど昔からそうなわけですね。日本主義 日本主義をもう少し研究してですねそれを理論化して体系化したら多分現在崩壊した資本主義、共産主義、民主主義、自由主義に変わる新しい主義になるでしょうね多少は昔の日本主義を手直ししなきゃいけないと思いますから現代風に手直しして日本が世界に新しいシステム新しい社会システムを提案すべきであります その点では江戸の終わりにですね日本に来たまあハリスだったかなイギリスかアメリカの大使でハリスだったと思うんですけども「私は日本の現状を見て果たしてこの国にヨーロッパとかアメリカの制度を持ち込むことが日本国民にとっていいことかどうかわからない」と述解しておりますがまさにその時代が来たということが言えると思います。